おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえりさんちへようこそ。前にもなんかこういうネタをしてね、話したかもしれませんけど、どうなんだろう、使い捨てのね、フォークとかスプーンがまあ有料になりますよって。まあそれがね、何ヶ月か後になるのか、まあ、1年後になるのか、まあ、たまたその理由論でね、そういうことするなっつってやらない可能性もありますけど、どう？結局なんかそういうさ、100均とかでも売ってるし、まあ他のね、あの割り箸とストローも同じで、結局そのホームセンターとかでもプラスチックのね、あれもあるから、割り箸もあるし、そういうところで買って使っちゃうからさ、結局はその、 あの地球温暖化だとかそういう名目で、あの値上げをね、値上げをっていうか、まあ流量をしようとしてると思うんだけど、結局そっちの方に流れてしまうんじゃないかなって。あ、そんなんだったらいらないわって、冬ぐらいになったらドイヤとかさ、グラタンとかを食べる機会ってあると思うんですけど、その時にさ、まあ、スプーンを必要だよね。スプーンがなきゃ食べれないし、まあお箸でも食べれるっちゃ食べれるんだけど、食べにくいしさ、だからといってさ、その車とかに常備 してるかっていうと常備できないじゃない、そういうところにね。お箸はどうなんだろうねまあ2、3000に、2つか3つぐらいは、まあ、まとめてね、こう置いとくなら、まあまあ邪魔にならないけども、しょっちゅうね、コンビニとかスーパーを使う人にとっては、死活問題でね。まあ、多分それが3円とか5円ぐらいでしょ、1個。本当に必要だから使うから、使うからね、そういうスプーンとかフォークとかを走って。おにぎりぐらいだったらさ、まあね、手つかみっていうか、手で食べれるから、そのままで、ね、食べられるからいいけど、お箸とかさ、サラダとかさ、お箸とか、まあ、お弁当も含めてなんだけど、そのままで食べられないものってね、手つかみで食べるのかっていう感じだからさ、どう、結局まあ、5円でも、あ、いるんだよ、あの利用でも買えますみたいな人が多いんじゃないかな。そうだね。で、まあ100均とかでもね、あのプラスチックの、じゃあ、そっか、いつでもその自分の前箸じゃないけど、そういうのを、そういうののね、セットのやつを買えばいいのか。でも、ね、使い終わった後にさ、そのお箸だったりスプーンだったりをどこで洗えばいいんだろうってなっちゃうよね。ちょっとバイキンっていうかさ、そういうのが繁殖しちゃいそうな感じもする。まあじゃあお弁当はどうなんだよって感じなんだけど、お弁当箱はどうなんだよって感じなんだけどね。でお箸とかのそういうセットだと、カバンの奥の方になんかね、
言っちゃいそうか、1日2日忘れちゃいそうな感じもする。私だったらね私だったらなんか忘れちゃいそうな感じもするんで、どうなんだろうね。そうだね、本当にそういうのもらってさ、私の場合は家で使わないで、その非常品の方にね入れちゃう場合もあるけど、どうなんだろうか。ちょっとね、皆さんの意見を聞きたいなと思っております。それでは皆さん、さようなら。